はい、よろしくお願いします。で、今日は、拍手あると思ってなかったです。今日は自分が所属している結構小さめのチームでの、その高速な新規開発を支える開発分析基盤というタイトルで発表します。で、簡単に自己紹介なんですけど、ちまきんといいまして、まあ、GitHub とちょっと Twitter の ID が違うんですけど、 Twitter よければフォローしてください。で、今株式会社グノシーというところの、新規事業開発室というところでエンジニアをしています。で、最近ちょっとしたコミットでそのコントリビューターとしてゴンランの方にコミットしました。で、業務ではメインで、まあ、Go とあと Swift のクライアントサイドやってます。と、まあ、結構いい会社なので、ぜひ皆さん特に新規事業開発室エンジニア募集中なので、よろしくお願いします。で、今日話すことっていうのが、自分が作っているそのルクラっていう女性向けの、アプリの、初期リリースまでの道のりと、あとそこで課されていた制約条件と、あとはまあその短い開発期間でどういうことをやったのかやらなかったのか、でその基準、選ぶ基準は何だったのかっていう話、あと、その開発基盤の紹介と、あとまあうちの会社っていうのは結構定量的な仮説検証っていうのを重要視していて、それが初期のプロダクトから可能になる環境づくりっていうのをご紹介します。まあ、ざっくりまとめると、その限られたリソース下での高速な開発手法と、小さいチームでも PDCA を回せる分析基盤の話です。で、前者の話から入ります。で、実例が、先ほど言いましたルクラというサービスでして、まあ、ざっくりそのアップストアとかから画像を持ってくるとこんな感じなんですけど、まあ、明らかにその色合いとかもう見た目が女性向けですね。で、これ その初期リリースからまあ関わっていたので、その過程を説明します。で、まあ、ざっくり書くと、そのスケジュールっていうのが、まあ、およそ3ヶ月間で、3月、僕が3月半ばにジョインしていて、3月からその5月末までっていう期間でした。で、開発チームの規模っていうのは、まあ、基本的にその新規プロジェクトのチームっていうのはだいぶ人数を絞って PDCA を回そうっていうスタンスなので、まあ、極力少数で、で仕事で僕 Go の API とか書いたことはなくて、Swift での iOS のアプリの開発経験もないで、一緒にやってた人っていうのも、まあ、そういう経験はあまり多くはなかったっていう感じですね。で、開発要件としては、まあ見ていくと、まあ、まず iOS のクライアントサイドを作らなきゃいけないと、あとその記事の、API とかユーザーの認証部分、あとはその記事 そのグルーピングですね、カテゴリーの情報とかを返す、メインの API を作らなきゃいけないと、あとGnosyっていうそのサービスでも得られた知見を使って、その記事の生成とか、あとはそのどういうカテゴリーにこの記事が、属するのかっていう、機械学習基盤っていうのを作らなきゃいけない。で、あとは周辺環境として、そのキャッシュと、あとはまあエラーとかシスログの監視、あとはアドミンツール、プッシュ基盤、ログ分析基盤、A/B テスト基盤っていう感じで周辺環境を整えなきゃいけないっていう状況でした。で、まあざっくりまとめると、そのチームの人数は極力抑えて、構築する基盤に対しては割と開発期間が短かったっていうのと、定量的な分析を重んじているので、分析環境がもう最初から欲しかったっていう感じですね。じゃあ実際にその3月、4月、5月で何をやってたかっていうと、3月っていうのは下回りの整備とプロトタイプの作成っていうんで、まあ、API のそのモック作ったり、クライアントのそのユーティル周りっていうのを整備したり、あとは機械学習の基盤の、まあ、主に最初はクローラーですね、作成してたりしてました。で、モックとか作ってたんですけど、あんまりそれが役立つほどのスピード感ではなくて、まあもっと言うと、そのスピードが結構速かったので、あんまりモック作っても意味なかったって感じですね。で、それが、3月です。で、4月は、まあ、メインの実装っていうのをどんどん進めていって、デザインを当て込むっていうことをやってました。まあ、ちょっと詳細一個一個見ていくと辛いので、まああれですね、 APA とか見るとその周辺環境を整えてるっていうのが、まあ、3つ目に書いてありますね。で、あとはクライアントのデザイン当て込みとか、APA とのつなぎ込みで、機械学習基盤もまあクローラー以外のところをどんどん詰めていくって感じです。で、じゃあ5月リリース月は、ミドルウェアをどんどん追加していって、まあ、監視体制とか築いていって、まあ、また、別で作られた API をつなぎ込んで、で本番環境を、まあ、特にインフラポチポチこうすることが多かったので、それが5月って感じですね。あとはまあそのリリース向けの、PR の準備とかっていうのをやってました。で、こういう感じで、まあ、リリースちゃんとできましたっていう感じなんですけど、
まあ、この期間結構やっぱり忙しくて、特に4月とか実装の詰めがありました。じゃ あのこの期間の開発チームの状況が、まあ、割と詰め詰めな状況でどうだったかっていうと、まあ、何て言うんでしょう、過酷なスケジュールと、あとはその残業続きの日々とか、あとは、まあ、荒れる人間関係っていうのが、まあ、あったのか。いや、これすごい可愛いんですよ。パーティーパロットっていうやつを皆さんダウンロードしてください。で、まあ、こういうのが本当にあったのかっていう感じなんですけど、まあ、結論から言うとなかったっていうのが、結論で、どういう状況だったかっていうと、まあ、割とこう対比的でギリギリだけどこう、まあ、オンスケで終わりました。で、僕とかはもう基本的に18時半とか19時の定時で帰ってたっていうのとか、あとはまあ割とチーム仲良かったんで、そんなギスギスしてレビューし合ったりとかはなかったって感じですね。で、じゃあどうしてこれができたのかっていうと、まあ、やるやらないの切り分けがすごい、まあ、あのグノシーって会社がそもそもうまかったなっていうのとか、あの基盤部分のノウハウっていうのは結構強くて、特に AWS の周りは、だいぶ、深い知見を持ってると思ってます。で、じゃあその1個目、短い開発期間でやったことやらなかったことっていう話なんですけど、まずこれってどうやってこの基準を決めるのかって話をします。で、1個目はそのアプリのコンセプトっていうのを、最小限の範囲で検証することに何が必要なのかっていうことを考えます。2つ目はその数百万ダウっていうのにある程度もう最初からスケールする前提で開発できているか。3つ目がその分析運用改善のフローっていうのを、まあ、滞りなく踏むためにその機能、まあ、主に分析の方ですね、ログをちゃんと送ってそれをこうストアする機能が整っているのかっていうことを基準に、アプリの機能っていうのを制限していました。で、じゃあ結果的に何をやったのかやらなかったかっていうと、やるの方には、まあ、もちろんその記事のクロールと、あとはまあその記事の生成、あとはカテゴリー分類とか、あとはその分析基盤がもちろんなければならない。で、まあ、3つ目が結構ポイントで、その認証と記事の一覧と、あとはその詳細ページに行って閲覧するとかシェアするとか、それ以外はもう基本的に切り捨ててるんですよね。なのでやらないの方に入ってるその検索とかフォローお気に入りっていうのは割と皆さん最初からやるかもしれないんですけど、これはもう最初ざっくり切ってもうやらないっていうふうに結論付けてました。で、じゃあ、改めて見ると このやるやらないになったのは、その必要なのっていうのはその記事が見られてそれが受けるのか受けないのかっていうその検証運用可能なその基盤を作ることっていうのが大事です。で、まあそういう感じでその API の機能を絞ってクライアントサイドも絞って、じゃ あの分析の基盤は最初から作られました、これで PDCA が回せますと。じゃあ、そういう状況もうマイルストーンが立ったので、既存のプロダクトから応用できる部分を取って開発を極力高速化しましょうっていうふうになります。じゃあ、どういうところでその既存のプロダクトから、応用できる部分を取ってきたかっていうのを順に見ていくと、まずインフラの部分ですね。インフラの構築の話でいうと、まあ、基本的にそのオプスワークスを使ってます。で、これはあのグノシーオプスワークスクックブックっていう、まあ、でかいリポジトリがあって、そこに、カスタムのシェフレシピがどんどん溜まってるっていう状況です。で、まあ、これちょっと見にくいかもしれないですけど、このオフィスワークスの画面でどんどん自分たちが指定したそのレシピを追加していくっていう作業をやって、で、まあ、下の方にこのパッケージネームっていうのが、まあ、見にくいんですが書いてあって、これあのミドルウェアですね。あのペーパートレイルとか、あと TD エージェント、データドッグ、エンジン X、メムキャッシュとか、そういうのをまあ入れて、あの分析に必要なところっていうのを真っ赤になっています。あとはその JQ とか、そのあたりの、細かいものを入れて、あ、インフォンですね。あとはこれあのうちの Go の API で結構必須で、これはグレースフルリスタートのために入れてます。あとは、今のがそのミドルウェアとかオプスワークスの話なんですけど、それ以外にそのコードナイズツールズっていうので、その AWS の、 そのセキュリティグループとか、ルーティングとか IAM とかっていうのは、基本的にそのコードで管理するようにしています。で、これが更新されたらそのスラック上にこういう感じで、まあ、どこどこは更新されました、ここはあのチェンジがなかったですよっていうのが、JSON ペイロードがスラックに通知される部屋がありますと。っていう感じでのインフラは、構築するっていうのを、まあ、極力コードで自動化しているって感じですね。で、次に API の話をするんですけど、ところでですね、Gnosy っていうのはあの Go の利用歴っていうのがすごい長い会社ですと。多分プロダクションに採用した日本の企業では、まあ、一番あの早いんじゃないかなっていう話をしていました。で、まあ、もちろんその採用歴が長いっていうと、まあ、いい面悪い面あって、歴史が積み重なると、あの便利で趣のあるユーティリティ群が、積み重なっていくと。
で、これをこう綺麗にこう名付けたなんかいい、リポジトリがあって、グノシー GO っていうんですね。グノシー GO ユーティリズとかじゃなくて、グノシー GO なので、言語そのものの名前を取ったいい、趣のあるユーティリ群があって、これ左、グノシーの公式キャラクターなので、後でシール欲しい人は声をかけてください。でですね、API の、これは初期のデザインですね。API の話をします。で、GNOSSIGO ですね。GNOSSIGO の中には何が詰まってるかっていうと、その MySQL とかそこら辺のこうミドルウェアのクライアント群が入っていて、カスタム JSON、OpsWorks の、そのカスタムの設定からヨシナにこう設定をこう抜いてくるようなスクリプトっていうのが書いてあったりします。あとはその JWT の OAuth とか、フルエントローガーとか、そこら辺の各 API では大体共通で必要になるユーティリっていうのはここにまとまってます。あとはさっき話したように OpsWorks 最適ですと。で、これはメリットデメリットあって、メリットはまあやっぱり API が大体すぐ動くし、OpsWorks 最適なので、OpsWorks に乗っかれば大体うまく動く。で、2番目はその JWT 認証とか、ほぼほぼ実装でここのプロダクトだと違うっていうのはないんで、共通ライブラリにするメリットが大きいですと。あとはその監視とか運用とかがもう OpsWorks だけ合わせなんで、これもまあありがたいです。で、今のがメリットで、デメリットの方はやっぱり AWS の依存度がすごい高いとか、そのロガーっていうのが若干プロダクトによって差異があったりすると、この形式変更とか柔軟にできないっていうのがあります。影響度が大きいって話ですね。で、今のが GNOSSIGO の話で、他その周辺ツールで API 何使ってるかっていうと、SQL のスキーマ管理はその Goose っていう合成のマイグレーションツールですね。Rails とかだったらリッチポールとかだと思うんですけど、 Go だと今 Goose っていうのを使ってます。で、グレースフルリスタート用にそのさっき言ったアインホンっていうんでプロセス管理をしていますと。で、次にじゃあフレームワーク何使ってるかっていうと、これはGrec Kami っていうのを使っていて、Grec さんっていうのが弊社にいたらしいんですよ。で、その人が作ったフレームワークを使ってますと。で、これはちょっと問題を抱えてまして、Go の Go を、実務で書いてるっていう方はどれぐらいいらっしゃいますか？まあまあって感じですね。Go の話をちょっとすると、コンテクストって概念がありまして、これは Go の、リクエストスコープとの値、例えばそのリクエストしてきてるユーザーの値とか、ごめんなさい、ユーザー ID とか、そういうのをこう入れる箱みたいなものですね。で、それっていうのを結構そのグローバルなオブジェクト、ゴッドオブジェクトとして乱用していて、ちょっと問題がありますと。あとはこれ3つは結構きつくて、Go が出したパニックをですね、どっかにこう葬り去ってくれるんですよ。で、パニックのロガーみたいなのを外部から設定しないと、ローカルでの確認もこうままならないみたいなフレームワークです。で、そういうフレームワークを使っていて、徐々にこう置き換えてるって感じですね。で、パッケージ管理は、最近厳密になり始めていて、これ結構すごいと思うんですけど、過去っていうか、僕が入るまでは割と気合で追いつかせていたって感じですね。で、これら結構問題があるので、それを解消に向けて何をしてたかっていうと、AWS OpsWorks への、依存度の高さがすごい目立つので、その Grec Kami っていうのを使って、かつその GNOSSIGO っていうのを使うと、もうすごいもう密ですと。なので、そこを脱却して、ネット HTTP っていう Go の標準の HTTP パッケージに移行して、ミドルウェア群やモデル層の依存っていうのを解消しましょう。あとはその基本的に DI 使うことで、その何でもかんでもグローバルに詰めて、シングルートみたいな扱うのをやめましょうということを提唱していますと。あとはですね、気合でバージョン管理をするのは基本的に良くないので、それをバージョン管理って呼ばないんですけど、バージョン管理をするために、そのグライドっていうツールを使うようにしています。これは Go の、バンドルみたいなものですね。で、これ最近でその DEP っていう Go の公式ツールみたいなのが出てるんで、そっち使った方がいいとは思うんですけど、DEP が安定しなかった時期も鑑みて、グライドっていうのにしてます。で、今のが API のそもそもの問題点とその解消の方向性なんですけど、次にデプロイのフローですね。これは Git プッシュしたら、その S3 にその API のビルドされたバイナリーのタグが上がって、で、それを OpsWorks がこう S3 から持ってきて、その API が立つサーバーに展開でリスタートするっていう流れです。これちょっと詳しいスライドがあったりするので、後でちょっとこのレファレンスをたどってみていただけると助かります。
で、CI の話ですね。で、初期開発でビルドに時間取られるのも本当にダメで、5分とか10分とかそういうのがビルドにかかるのはもうわけが分かりませんと。で、なので、その最近、まあ、やだら早くなったサークル CI 2.0 に対応しました。で、これはですね、もうやっぱ損がなくて、もう感動の嵐ですね。もうなんか早すぎて泣いてるみたいな人が結構いました。僕もその一人で、ちょっとこの時間のログ見てもらえると分かるんですけど、もう 1とかもう7とか、なんて言うんでしょう、ベンダリングしたパッケージをキャッシュしておいて、そこから持ってくるみたいなのがもうやたら早いので、まあ、そういうのをちゃんとそのキャッシュの管理をしていれば、だいたい1分から2分ぐらいで、ほぼ全ての API のビルドが終わるって感じですね。で、今のが CI の話ですね。で、次にクローラーとか、あとは分類器みたいなのをどうやって作ったかっていう話なんですけど、これは先ほども少し話した通り、GNOC 本体で培ったその機械学習基盤のノウハウっていうのをフル活用していて、フレームワークはその Python の Django と、あとそのジョブスケジューラーもその Python のセロリっていうのを使ってます。で、データ構造に関してがすごい特殊で、クローリングしてくる対象のその企業さんに対して、その GNOC フィードっていう、フィードの形式にのっとってくださいっていう、そういう API を用意してくださいっていうふうに、申し付けておりますと。で、そこから取ってくる、クローラーと、あと分類器っていうのを作りますと。で、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、じゃあ実際に記事分類生成に必要な API 群って何かっていうと、ここに書いてある通りで、GNOC フィードに、のっとった API を叩いてデータを取ってくるそのクローラーですね、あとそのちょっと、責任分割みたいなのが微妙なところなんですけど、そのパーサーみたいな機構もこのクローラーっていうのはちょっと持ってますと。で、あとは2番目がカテゴリークラシファイアですね。これはカテゴリー分類器で、この記事 その URL だったらこのカテゴリーに行くっていうそのルール、もう完全にこの決め切った if みたいなルールベースの分類と、あとその機械学習の確か SVM って使ってるんでしょうね。で、機械学習のモデルによる分類をしているカテゴリークラシファイアってやつがいますと。あとはまあそのこのタイトル NG でしょっていうフィルタリングをするのもこいつです。で、3つ目がそのタブジェネレーターってやつで、この特定のカテゴリー、タブ、まあ僕らはタブって呼んでるんですけど、タブのそのタブの中に入る記事って何なんだろうねっていう、こう記事の ID みたいなのを持った、JSON をただただ作り出すタブジェネレーターっていうのがいますと。で、これは何からこう分類してるかっていうと、エラスティックサーチに蓄積したビューとクリックのログからスコアリングしています。あとはその管理画面で僕らの手動で、これはまあちょっと上トレンドなので上位に上げてみようとか、そういうことをしているので、それ運用向けの API とかも こいつに入っていますと。以上がその記事分類と生成に必要な API 群の話でした。次にそのキャッシュをどうやってやってるかっていうと、僕らはそのローカルとリモートの2段階でキャッシュしていて、そのメムディでやってますと。で、キャッシュしている対象っていうのは、まあ、記事のその、まあ、記事はもちろんキャッシュするんですけど、あとは最近追加された検索機能だと検索結果、あとはマスターデータですね、そこら辺をキャッシュしています。それ以外はあんまりやってないんですね。で、まあ、ここら辺もニュースパスっていうその既存の株式会社グノシーの、プロダクトの方から結構ノウハウをパクってきているところがあるので、ローカルのメモリーと、あとは、まあ、エラスティキャッシュに、リモートのキャッシュのサーバーを立てて、2段階でやってますって話はここを見てもらえると、後で、チェックしてもらえると嬉しいですっていうのが、キャッシュ戦略の話でした。で、次にプッシュどうしたかっていうと、これはガウランですね。ガウランっていうそのメルカリさんが、持ってるそのガウランっていうプッシュのサーバーを使っておりまして、このガウランすごい便利なので、ガウランをグノシーの方では、S3 にバイナリでそもそも置いといて、で、OpsWorks でも直接そのバイナリをデプロイするみたいなことをしています。で、OpsWorks のそのカスタムの設定に、ガウランのそのどこどこに送るとか、そういうトークの設定を書いておけば、もう、あとはもうそのプッシュのビルドは簡単に済ませられるっていう感じです。で、まあ、このガウランっていうのを名前出してるんですけど、まあ、それを詳しく知りたい人がいたらですね、まあ、後々セッションがありまして、ぜひこちらの午後の15時40分からの、プッシュノーティフィケーションサーバーイン GO の、セッションを聞きに行ってください。で、なので、ガウランの話は詳しくは、ここではいたしません。で、まあ、どういうフローをたどっているかというと、これは一般的だと思うんですけど、アドミン、の画面で運用のチームがそのプッシュの予約をして、で、ごめんなさい、これ真ん中から始まってます。で、右に行って、プッシュの API に対して、じゃあこういうプッシュを送ってくれ。で、送り対象は iOS だぞ、Android だぞっていう情報を渡します。
で、じゃあそいつを、まあ、空論で監視して、で送る対象があったらそのガウランの API に対して、じゃあこいつらに送ってくれって言ってデバイストークンとかそのプッシュのペイロードっていうのを渡します。で、まあ、このガウランっていうのがそのバルクでこの配信してくれるので、どっかっとこう APNS とか GCP とか、まあ、今回は FCM っていう Firebase のなんかノーティフィケーションの仕組み使ってるんですけど、それでこう配信して、まあ、見事に受信ができますとっていうフローをたどっています。まあ、ここら辺は多分当たり前だと思うんですけど、まあ、ポイントはやっぱそのガウランっていうやつでその合済的なそのプッシュのサーバーを立ててるってことですね。で次にですね、まあ、API はそんな感じで、キャッシュとか通知の話したんですけど、じゃそもそものアーキテクチャどうなってるのかって話なんですね。でこれの一番でかいポイントはですね、マイクロサービスにしすぎないって話です。でなんでこのマイクロサービスって単語がいきなり出たかっていうとですね、弊社ニュースパスっていうプロダクトで、まあ、マイクロサービスをひたすら突き詰めてちょっとやりすぎたっていう事例がありまして、これですね、もうこれすごくて、この白い四角多分 API なんですけど、もうこう雲のこう巣みたいな、初期のプロダクトからこういうのをやっちゃって、まあ、ちょっと、まあ、まずかったと、まあ、これちょっとスライドのリンクもまた貼ってるんでこれを見てください。でなぜマイクロサービスにしない方がいいかっていうと、まあ、もちろん API 間のオーバーヘッド、これはまあ当然ですね。あとはですね、まあ、いくらインフラをコードで書いてるかっていって SG の設定とかそこら辺の工程にかかる開発速度の開発の工数って多いので、そのやっぱり速度が低下してしまうと。あとはですね、何よりデプロイがしんどい、デプロイしんどいのは本当にしんどくて、もうサークル CA 2.0 になってなかった時、本当どうやってデプロイしてたんだってぐらい時間がかかると思いますと。あとはこれ、まあ地味に結構気になるのが、管理画面のためにそのクラットの API を各 API に立てなきゃいけないみたいな、もう結構多分辛いですね。もうメインの API1 個に統一した時点でも結構大変だったので、一個一個そういうのを作るのはだいぶ辛いですという感じです。なのでまあ、こういうまとめ方をしましたっていうのがいいかですね。ルクラではその基本的にマイクロサービスにしすぎないっていうスタンスを取ります。で記事収集周りっていうのはその Go の API じゃなくて Python の API なんですけど、分類器とクローラーと記事生成っていうのを個別に作って、まあ そういうまとまりをしていて、でさっきちょっと話した通りクローラーに若干パーサーが混ざってるので、まあ、そんな感じでちょっと無理やりまとめてるところもあります。あとはそのクライアント向けの Go の API はその記事の情報を返してくれたり、そのカテゴリー情報を返してくれたり、ユーザー その認証を行う API っていうのはもう全部、1個にまとめました。でこれまで そのさっきのニュースパスって事例だと、そのユーザー API とかその、まあ、グルーピング、そのカテゴリー API とかそのアーティクル API とかそれぞれ分かれてたの でそれをゲートウェイが呼びに行くみたいなことをしてました。でそれをやめましたと。あとはそのプッシュとかさっきの概覧ですね、あとはその AB テストの機構とかそこら辺はちょっと運用も混ざってきたりとか、その他外部 のライブラリに依存してたりするんで、これはちょっと個別に作りましたと。なのでまあ約3つぐらいですね。なのでマイクロサービスとは言えないっていう感じで、開発コースを抑えました。以上が API の話になります。で次に iOS ですね。 iOS のクライアントの、まあ、設計系みたいなところはそんなに、まあ、重要ではなくて、 MVVM と、まあ、RX Swift で書いてます。で、Gnosy とかからはそのエクステンション周りとか、API のクライアントの設定、あとはロガーの周りですね、このさっき言った分析を支えるためのロガーみたいなところの設定っていうのは結構再利用しています。で、じゃあ中身見ていくと、そのログ送信周り そのコードが多いっていう問題がありまして、でなのでこれ何が引き起こされるかっていうと、これいちいち NS ログで出力してたらもうデバッグ超大変で、ログデバッカーっていうのを自分たちっていうか、まあその新規開発の部署ではその開発した人がいて、それを使っていますと。i 貴族 SK ログデバッカーってやつですね。この SK は最強って意味らしいですね。で実際最強かどうかでいうと、まあ割といい感じですね。最強かは分からないですけど、まあ、ぼかしてある部分を外しつつ、これはログのデバッカーが表示してくれるそのインスペクターみたいなやつで、アーティクル その今インプレッションって書いてあるのが、まあ、この記事を見たよっていうログですね。
これこうスクロールしていくとどん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 溜まっていったりとか、これクリックするとアーティクルクリックっていうログが送信されたりします。で、ログリストっていうのが右にあるんですけど、これはまあ、検索バーが上についている通りで、なんていうんでしょう、ファジーファインドみたいな感じでこう直近のログっていうのを検索できるっていう機能があります。なので割と便利ですね。で、次、今のがログの効率化で、次がそのコンパイル時間とかの削減の話をします。で、まあ、ビルドの待ち時間っていうのが初期のプロダクトでもだん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 やっぱ増えてきて、ちょっとこれは無駄だなっていうのに、まあ、どこかのタイミングで気づくと思うんですよね。で、じゃあどういうタイミングで自分がビルド待ちしてるのかなっていうのを、知るためにはこのフラグですね。多分 Swift のプロダクトだったらつけてる人多いと思うんですけど、これでメソッド単位のコンパイル時間っていうのを計測できますと。で、コンパイルした結果っていうのは非常に見にくいので、その GigiNet XC プロファイラーっていうのを使っています。で、これはすごく便利で、こういうテーブル形式で、まあ、これ Ruby のジェムなんですけど、ミリセック単位でこの Swift のコードのコンパイルにかかった時間っていうのをこう上位で何件とかで出してくれます。で、メソッドの名前とかも真ん中に書いてあったりするんで、この上から順にどん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 潰していって、ちょっと60ぐらい超えたら、基本的に改善するようにしましょうとかっていうのをやってたりします。で、要はそうですね、50か50ぐらいのメソッドが増えたら改善するっていうのをやっていて、で、GigiNet Danger XC プロファイラーっていうのがあるんで、もしそのジェンキンスの設定っていうのをカスタムできる人がもしいるんだったら、その Danger っていうんで、ここのメソッドはそのコンパイル時間長いから改善してねっていうのを GitHub に自動で通知流すみたいなのをやった方がいいと思います。で、今のがコンパイル時間の削減で、次が起動時間の削減ですね。これもこれはアプリの体験を良くするっていう意味でも、デバッグ時のその自分たちの体験を良くするっていう意味でも必要で、まあ、これもまたプリントスタティスティックスですね、ダイナミックロードの、なんて言うんでしょう、まあ、内訳みたいなのをこう表示してくれるフラグを設定すると。で、そうするとだいたいどこにイニットローディングとかなんかいろいろ出るんですけど、何に時間かかるかっていう、まあ、依存ライブラリがこう多いとか、あとはまあ型推論とかですね、あとはその SDK のセットアップとかっていうのに、まあ、地味に時間がかかったりするんで、ここら辺をまあ並列化したりします。で、まあ、この3つとかで、コンパイル時間と起動時間両方削減して、まあ、開発とあとユーザー体験両方を担保するってことをしていました。で、まあ、まとめると、開発環境についてはインフラストラクチャーズコードですねを、まあ、基本的に徹底していて、アプライ結果っていうのはどっかで見逃さないように可視化してスラックに流すと。で、2番目が、まあ、若干というかかなり AWS に依存してるんですけど、そこら辺の泥臭い実装っていうのはまあ許容して、まあ、最適な環境に乗っかることで速度を出してました。で、3番目が、まあ、これ結構重要で、API はマイクロサービスにしすぎないっていうのが大事です。で、あとはまあ4つ目、これはコンパイルとか CI とかその繰り返し作業ですし、こう無意識のうちに増えていく時間っていうのは基本的にこう抑えるっていうことをやってました。で、以上がその開発環境 その効率化とか構成の部分を、の話になります。で、次にですね、今のが開発環境の話だったので、次小さいチームでも PDCA を回すための分析基盤をどうやって作ったのかっていう話をしていきます。でですね、実際じゃあ、僕らの新規のプロダクトってリリース当時からどういうログを送ってるんだろうねっていうところを見る と、例としてこの画面ですね、これがトップの記事一覧なんですけど、この画面でじゃあどういうログが発生するんだろうっていうのを考えていただくと、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、記事見たとか一覧したとか、記事見た、クリックしたとか、そこら辺は多分発生するだろうなっていうのを想定した上で、実際撮ってるものの例がこんな感じですね。まあ、ちょっと一個一個見ていくと大変なので、要するにいっぱいということですね。で、いっぱいの上から見ていくと、そのローンチしましたとか、これはフォアグラウンドに戻ってきた、バックグラウンドに入った、で、プッシュのこう疎通確認できた、認証し終わったとか、ちょっと戻ろう、これですね、初期表示時のその記事の、まあ、ビューのログ。あとはこうスワイプしたときに、そのスワイプそもそもしたよっていうログと、どのカテゴリーにスワイプしてっていうのをログを別々に送ったりしています。ただスクロール時にその閲覧ログっていうのをもうリアルタイムに送っていって、クリックもそうですね。あとこうヘッてこうプルリフレッシュしたときのログ、
とリフレッシュした後はもう新規のビュー扱いでその新しいこうビューのログを送信するとかプッシュ通知開封経由でここに入ってきたらもうそのログを送るとかっていうのをしていますと。でじゃあこのログってどういうフローで送っているかっていうのを見ていくと、これちょっと図をちゃんと書いたんですけど、左側にはその iOS のクライアントの図があって、でここで、まあ、この若干その iOS のクライアントの右上にこれコグニートですね、コグニートで認証してもう直接ですね、キネシスストリームの方にログを送っています。で下にちょっとその中、まあ、ロゴマークみたいなのあると思うんですけど、これ何かっていうとですね、アジャストっていうその、まあ、このユーザーを獲得した経路によって、まあ、ラムダで自動でそのフレントにログを蓄えるみたいなことをしていますと。でそれが真ん中ですね。でまあそうですね、これまあ一個一個この文字なしに見えていくと辛いので、その先ほどお話ししたのが登録閲覧とかあとクリックのログっていうのをまずその、キネシスストリームとかラムダ経由で収集しますと。で次にその、キネシスストリームから送られたログっていうのをフレントにこう集約して、これはログアグリゲーターって僕らは呼んでるんですけど、そのフレント D が立ってるだけのそのサーバーっていうのに送ります。でこいつが S3 にバックアップしつつ、KS Firehose の方ですねに送って、ログ種別その登録のログとかあとはその記事のクリック、とかビュー そのメインのアクションのログっていうのをこうまとめて、ログ種別ごとにそのバックアップしたりとか流し込みっていうのをしていますと。でじゃあどこに流し込むのかっていうと、そのバックアップはもちろんその S3 だとして、レッドシフトの方にこうバッとこうケネス・ファイアホースの方が流してくれるっていう設定を書いていますと。でそれをこうリダッシュですね、分析ツールのリダッシュから呼び出して分析チームが解析して、まあ、BDC に生かすっていうことをしていますと。で、まあ、以上のデータフローを見た上で、じゃあ実際どうやってログを送ってるかっていうと、そのクックパッドさんが作ったピュレーですね、ピュレー iOS ってやつを通じて、そのレッドシフトっていうか、まあ、キネシスストリームに向けて送っています。で、先ほど申し上げました、そのログアグリゲーターっていう TD エージェントが入った集約サーバーっていうのを仲介して、加工済みのデータですね、整形済みのデータっていうのをリダッシュの参照するレッドシフトに流すようにしています。あとはそのいちいちキネシス挟んでるのはそのバックアップですね、まあ、この範囲からこの範囲までが欠落してるから S3 から改めてバックアップ取ってきてねとか、そういうこうマニフェストファイルみたいなのがこう生成されるんで、まあ、キネシスファイアフォース便利だから使ってるって感じです。でじゃあ実際にそのさっきこの大量にバーって出てきたログの中でもログをどうやってこう定義してるかっていうと、ちょっと、まあ、これはもうご愛嬌ってことで見にくいんですけど、これどういうあれかっていうと、enum log types って書いてあって、でケースアーティクルクリックとかアーティクル、クリック、エクスターナルって言って、僕らあの直接ウェブサイトとかに飛ぶやつをエクスターナルって呼んでたりとか、アーティクルインプレッションですね、これはビューログですとかっていうのを、まあ、何種類も何種類もその一個一個定義して、iOS で持っていますと。あとはこの、実際のログ定義の中で生成するための JSON っていうのを定義していて、まあ、ログの中でこの JSON 作るよっていうのは処理がここですね。なんでまあそれぞれ記事のクリックだったら記事の ID と、あとはそのどの画面で記事がクリックされたのかとか、クリックされたとか言ってもその一覧の中でもどのインデックスなのかっていうのとか、それまでにこう何回プルリフレッシュしてこの記事をこうフレッシュな状態にしたのかとか、あとはそのタイトル、記事のタイトルをこう AB していたときにどの、値を使っているのかとか、あとはそうですね、なんだろうな、あれだ、こう大きいテーブルのセルに表示されてたのか、小さいセルに表示されてたのか、どっちでこう見られた、あるいはクリックされたとか、そう、まあ、印象のところをできるだけこう定量的に測るっていうことをやってます。あとは、そうですね、そうだな、まあ、なんだ、これをこう、例えば記事だったら、この手動でこうピックアップされて上に登ってる記事っていうのをクリックしたのかどうかとか、そういう情報を持ってます。なので、まあ、できるだけこうユーザーの行動とか、その行動に至るまでの過程っていうのをカウントしておいて、それをこうログとして送るっていうことをやってますってことですね。で、じゃあ実際に、このデータっていうのをどうやって見るかっていうと、そうですね。
分析環境としてはそのリダッシュっていうのをさっき申し上げた通り使っています。でここで、まあ3つ目ですね、重要なのがその運用と開発のチーム問わずチーム全員が分析の SQL 書いていて、僕も結構転職してこれ驚いたんですけど、まあ営業というか広報 PR の用意してくれてた人っていうのがもう SQL 勉強して、まあ、全然自分よりももうなんだろう効率のいい SQL 書いていて、で、具体的にあのなんだろうそのダッシュボードを用意するみたいなことは、まあ、大体その広報とかその運用分析のチームがやってくれてて、その人たちはまあ決してエンジニアではないと。なのでまあなんだろう SQL の面においてはもうエンジニアよりはるかに優れた人たちっていうのが、まあ、営業のチームでもやっぱりいたりするっていうのがうちの会社の特徴かなと思います。あとはその主要な KPI っていうのが、まあ、僕らはその1週間ごとにそのあ7デイリテンションですね、その7日間通じてどれだけこう継続率があったのかっていうのをまあ見てたりするんで、それをこうスラックに通知してくれたりとかするボットを置いたり、あとはそうですね、どの記事が直近だとランキング上位に来ているのかとか、そういうのを見ていたりしますですね。それがこうボット経由で吐き出される KPI 通知欄っていうのが入っているという感じですね。あとはですね、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、その記事のクリックとかを追ってるって話だったんですけど、じゃあどんな数値を具体的にもっと詳細に追ってるのかっていうと、主要 KPI としてはですね、まあ、そのデイリーアクティブユーザーですね、を見ていますっていうのと、あとはその先ほどその7日後って言ったんですけど、それ以外にもその14日後の継続率とか、1日後、まあ、短期的にはその印象がいいんだけど実はその長期的には印象が良くないよねとか、そういうところを知るためのログを送っています。あとは左下の方では直近1時間でその人気だったクリックレートの高かった記事のランキングですね。あとはそのどういう経路からこのユーザーが入ってきて、例えば Facebook とか Twitter から入ってきたユーザーって継続率がどれぐらい違うんだろうね。もし継続率が違ったら、もしかしたらその Facebook 使ってるユーザーとインスタで使ってるユーザーはその女性のその記事に対してのリテラシーが違うんじゃないかとか、まあその普段こうそのツールで見ている、情報っていうのに影響されて、まあ、全然こう趣味思考が違うんじゃないかって仮説がどん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 出てくるので、そういう登録経路別のその獲得数と、あとそれに紐づくこう見た記事のカテゴリーとかっていうのも取ってます。で今のがまあ左半分で、右がその記事のクリック回数、っていうのをまあそのユーザーあたりの単位を出してます。これはそうですね、ユーザーが一つの記事しかクリックしなかったら、まあ、もしかしたら偶然で見たのかもしれないし、例えばスワイプ回数とかも見ていて、スワイプしてその記事をクリック、スワイプ回数も多くて記事をクリックしたってなったら、そのお目当ての記事にたどり着くまでの、時間っていうのがもしかしたら工数が長かったりするかもしれないんで、極力そういうのを抑えるようにピックアップしてくる記事っていうのは、まあ、選別しましょうとかっていうことをやってたりします。あとはお気に入り登録っていうのは、初期は入ってなかったんですけど、じゃあ今1週間ぐらい経ってお気に入り登録の機能が入ったらそこのログを取って、あ、意外とそのお気に入り登録してくれてるユーザーっていうのは他のユーザーよりもやっぱりそのノウハウ記事とかっていうのを中心として実はこのプロダクトっていうのに定着しやすいんじゃないかとか、そういう仮説があったりとかして、じゃあお気に入り、まあ、できるだけ差し上げられるような動線っていうのは、まあ、上の方に持ってこようとか、実はそのお気に入りボタンっていうのが画面にこう3つあったとしたら、そのページ上部にあるやつなのか、例えば Android だったらその右下の方になんかスターとかハートとか出ると思うんですけど、そのボタンなのか、それともその記事を読み終わった後にこうなんか関連リンクとかが出る前に置いてあるお気に入りボタンの方がクリックされやすいのかとかっていうのをこう個別に計測したりしています。以上のが右上の方で、で最後に右下の方を見ると、まあ、登録経路別のコホートっていうのはさっき言った Facebook のユーザーだったらこれぐらいとか、そういうのをこう、徐々に減っていく様っていうのをコホート分析していますと。あとはそのプッシュの許諾率状況っていうのを結構見ていて、 Android とかだと結構いいんですけど、こう iOS とかだとまあ削れちゃったりとか、あとは、まあ、そうですね、 Facebook とか、Instagram とかで入ってきたユーザープッシュ許諾がどうこうっていう、そこの関連とかもまあ見てたりします。で、あとはですね、まあ、カテゴリー別にこういう記事が閲覧されてるよっていう情報もちゃんと取っていて、例えば、まあ、恋愛のカテゴリーに、属する記事っていうのが結構見られたりするっていう傾向があったりするんで、その記事を上に上げるべきなのか、あるいはそのもしかしたらその
恋愛の記事っていうのを上に上げすぎることでなんかすごいゴシップ系がある、アプリになってしまわないかってい こう懸念があったりすると、あとはまあそのユーザーから見てやっぱりその長期的な、継続率っていうのが伸びないと、まあ、そういうゴシップさにこう当てられて、もしかしたらその離脱してるのかもしれないと。なのでじゃあ、もう本当にその恋愛の記事以外のところっていうのも見られてないのか、あるいはそのランキングの上位にあえてその恋愛の記事を少なめにしてこう混ぜた時にどういう記事が閲覧されるのかっていうのをまあ最近はやったりしてます。で、まあ、最近、まあ、事例としてはその恋愛以外の記事っていうのをちゃんと出した時にですね、まあ、よく見られるファッションとかメイクとかそのあたりっていうのは、まあ、他のアプリでやっぱりユーザーも慣れてると思うんで、あ、そのルクラっていうのはその恋愛の記事以外もこういうの出してきたなとか、いやでもやっぱり恋愛の記事っていうのはもしかしたらそのエンタメ要素とか強くて他 あのアプリではなんかフィルターされてるけどルクラではやっぱり見れるからそこのこうバランス感がいいとか、もしかしたらそういうユーザー体験があるのかもしれない。でそうい こう仮説とかがどんどん見えてくるんで、もうカテゴリーごとのこうユーザーとか そのユーザーのこう追跡したこうログとかっていうのをこう細かく追ってたりしていますと。でですね、じゃあ、これらのログっていうのを、まあ、さっき仮説をこう出すって話をしたんですけど、分析結果どうやって利用してるかっていうと、これあの初期の開発でも、まあ、重要なことっていうのがそのおしゃれなアプリを作りたいからそのブランドイメージを追求するためにファッションとかコスメとかっていうのを最初から押すとか、そういうことはもう絶対にしないと。で、そのファッションとかコスメとかを押すってなったら、もしかしたらその UI をそれに合わせてちょっと変えなきゃいけないとか、ファッションコスメのカテゴリーはもう写真重視だから、なんて言うんでしょう、そのテーブルセルのデザインを変えるとかそういうことをやりだすと思うんですけども、そういうのは絶対やっちゃダメで、根拠なくそのユーザーが好むものっていうのは絶対最初から規定しないっていうことを強く、自分たちは意識しています。なので、まあ、例えば何でしょう、短期的であってもその恋愛の方が受けたらその恋愛の方をこう上位に持ってきたりしますし、まあ、もしかしたら恋愛の方だけじゃなくてファッションとかコスメも見たいんじゃないかなっていう仮説が改めて立ったらそっちの方を押すっていうふうに意思決定して、もう最初からそこのこうブランドイメージを追求しすぎて機能が多くなるとかそういうことはもう開発速度を低下させることにこうつながるんで絶対にやりませんっていうことを、意思決定では重要視していました。であとはそのカテゴリー別のデータっていうのを見て、そうですね、この高いこうクリックとかあと継続率が見込まれるものだけをこう上に上げるっていうのとか、あとはその、まあ、検索とかあからさまに必要だよねってユーザーからいつも言われるような機能っていうのは、まあ後回しにしてたけど、まあ、極力早めに追加するとかっていうのをしたり、あとはそのプッシュの通知の内容っていうのももう本当に受けてるものの、プッシュしか行わないとか、なんかもしかしたらそのプロデューサーとかがいやなんか最近こういう、こうキーワードがトレンドでとか言ってプッシュのこう内容を考えたりするかもしれないんですけど、そういうのは絶対ダメで、ユーザーがそういうのを見るか否かっていうのはユーザーに決めてもらうっていうふうにやっています。まとめるとですね、iOS のクライアントから整形しつつ、そのさっき言ったAmazon のキネシスストリームに、直接ログを送っています。なのでそのログを送るため そのサーバーの API を僕らが作っているかっていうと、まあ、そういうのはやってません。で、画面単位とかそのユーザー そのスワイプとかクリックとかっていう、あとはプルリフレッシュとかそういうアクション単位で取れるだけのログをもう送って、そのユーザー この経路だけじゃなくてその過程 もっとこう詳細なこうアクションっていう過程を見るようにしています。あとはまあ3つ目はその分析ツールは基本的に B ダッシュですね。もしかしたらその B ダッシュってやつを使っている人もいると思うんですけど、まあ、B ダッシュ使ってて、でチーム全体で SQL のメンテナンスを行うとか、まあ、レビューし合ったりとかしています。で、まあ、4つ目が一番大事で、もう本当にデータで確信が持てない施策っていうのはもう極力許さないと。それは初期の開発段階でも同じで、もう定性的にこういうブランドが自分はいいからユーザーにこう押し付けるみたいなこととか、あと開発チームも、まあ、なんかブランドイメージ良くなるのはいいでしょって言われたら、うん、いいかもしれないってなんかこう納得しちゃうかもしれないですよね。でもそういうのはダメで、もう本当にベーシックな機能だけ用意してもうログでひたすらそこをブラッシュアップしていくっていうことをやってます。まとめると、限られたリソース下での高速な開発手法と、あと小さいチームでも PDC を回せる分析基盤の話をしました。で、じゃあ限られたリソース下での高速な開発手法っていうのは何の話をしたかっていうと、インフラストラクチャーズコードの徹底、
と、まあ、AWS に結構密で乗っかってるけどそこを許容してでも、まあ、高速に開発してます。あとはマイクロにしすぎないで、コンパイルとか CI とかこう暗黙的にこう増えやすいような、時間っていうのをひたすら短縮するっていうことをやってました。で、分析基盤の方では、iOS のクライアントからまあ整形しつつログを送信して、取れるだけのログを取る。で、あとはその分析ツールっていうのはリダッシュ使ってて SQL のメンテナンスもみんなやります。で、強くこれは申し上げた通りデータ革新が持てない施策は絶対に打たないっていうことをしています。以上がですね、開発基盤とあと分析基盤の、グノシーの特にルクラっていうサービスを通じた、初期のプロダクトでの、話でした。ご清聴ありがとうございました。ご質問っていうのは、あれですね。そうですね、ご質問の内容が、まあ、そのメンバーのスタックがどう でそのスタックの結果、まあ、どういう速度が出せたのかって話だと思うんですけど、ですね、まあ、結論から言うと、まあ、かけるんですよね。僕もそうですね、Swift の開発経験なかったんですけど、なんかいい感じのコードが社内にあるのでよしって言って、そのなんて言うんでしょう、初期のレイヤーと結構ですね他のプロダクトと似てたりするんですよ。なのでご質問に直接まずお答えすると、まあ、スタックに関しては、まあ、最初はなくてもですね、まあ、なんか気合でちょっとなんとかしたフルスタックになったみたいな感じですね。で、まあ、仕事で Go の API とかも書いてないとはいえ、僕はもともとその Go、まあ、Go の方はプライベートで書いてたりしたので、そこのノウハウが若干あったって感じですね。あとは機械学習に関しては割とそのもともと知ってる、まあ、Python 周りをいじったことのあるメンバーっていうのがいたので、まあ、そこは結構まあ僕以外のそのこれ任せてよろしくお願いしますって言ってスピード出したってあります。で、 Go とですね iOS のクライアントサイドについてはですね、まあ、実を言うと僕が基本的に一人で開発していて、じゃあどういうフローでやってかっていうと、なんか僕が最初からフルスタックだったわけではなくて、まずですね、広告配信のロジックとかをこう既存のプロダクトからバカ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 こう引き剥がしてですね、じゃあこの機能は入れられる入れられないっていうのをこう見極めて、じゃあここはコピーするかとか、もしかしたらここをちょっと裸に良くないなとか、グノシゴってなんだよみたいな、そのっていうふうにこう思ったところはちょっと引き剥がして改善するみたいなフローを踏んでいて、要はある程度のコードリーディングスキルがあれば誰でもそこら辺書けるなっていうふうに思ってるので、クライアントサイド専任とかサーバーサイド専任っていうのは、まあ、おっしゃる通り、いなくて、基本的に、まあ、少人数でもそこら辺の開発速度担保できるような、まあ、レクチャー体制とか、なんて言うんでしょう、まあ、ライブラリとかっていうのがあります。でごめんなさい、ちょっと話が漏れたんですけど、まあ、スタックはまあ基本的にみんななんとか気合でやりましたっていうのが1個で、まあ、レクチャーの体制って話が、その僕はオプスワークスとかがもう最初本当に意味わかんなくて、なんかポチポチ画面で一人やってることしか経験がなかったので、オプスワークス周りはインフラの方にその、まあ、インプット会みたいなの開いてもらって、じゃあみんなでチュートリアル一緒にやっていきましょうとか、まあ、デブのサーバーじゃあ構築していくの一緒にやるからよろしくって言って、そこは外部のチームのサポートを得られてたって感じですね。以上で答えになってるかわからないですけど、よろしいでしょうか。
時間まあまあありますよね。大丈夫ですね。はい。もし、ご質問っていうのが、もしかしたらコストに見合わないこともあるかもしれないけど、分析っていうその定量的なそのプロセスっていうのを、まあ、貫き通したっていうことの意図とか、それを実際やってたのかって話ですかね。あ、そうですね、まあ、そうですね、うちの今のそのグノシーって会社のその企業のそのポリシーみたいなところもあると思うんですけど、数字はもう神より正しいっていうことをずっと提唱していて、まあ、それはそのグノシーって、まあいろんなアプリとその競合したりしたから、まあ、やっぱり改善の施策っていうのを適当に言ってたら多分今ないんですよね。で、そのためには、まあ、本当にユーザーが何を重要視しているのかっていうのはユーザーの行動からしか見えてこないですと。で、もしかしたらそのためには、あ、でごめんなさい、行動をもうなんかペルソナっていうんで仮定してそれでやっていくのも、まあ、一つの手段としてはありなのかもしれないですけど、まあ、それはもうなんか宝くじみたいなもんで、当たり外れがあると。でもそのログで見えてくるそのユーザーのアクションっていうのはもう必ず必ずユーザーがそれを行ってるんですよね。なので自分よがりの仮説検証になるのか、それともユーザーの行動があった上での仮説検証になるのかっていう分け目になるから、定量的な分析っていうのが、ないとやっぱユーザー目線っていうのを語れないなっていうのは、やっぱ多分この会社の文化としてあるんだと思いますね。まあ、具体的な数値に関しては、まあ、明かすことはもちろんできないんですけど、撤退基準の話ですね。で、撤退基準に関しては、結論から言うとあります。で、それは具体的には何ヶ月間でその例えばその1週間のその7デイそのリテンションっていうのがどれぐらいの値を記録しているのかっていうのを、まあ、主な基準として置いています。なので僕が先ほど7デイリテンションっていうのを主に見ていますって言った理由は、まあ撤退基準を意識しているからですね。なのでもしそれがもうダメだったら、そのキャン例えばキャンペーンとかプロダクトっていうのはもう基本的に切り捨てるべきって感じですね。ですね、そもそも開発段階でだいぶ最小限に絞っているので、追加して、あれですね、例えば AB テストでもしかしたら追加したタブっていうのがいらないなとか、例えばこのフォロー機能とかお気に入り機能っているのかなって話になったら、これなんか追加したけどいらないかもしれないって言って、要は AB テストで徐々に追加していって、もしそれがリテンションに効かないんだったら、もうそもそも AB テストの段階で外すってことをしています。で、そうじゃない機能、要はその AB テストで生き残って明らかにリテンション上がったなって機能はもう本当にこうレイアウト邪魔しないとかであれば、まあ、基本的に残すっていうふうにしていますね。ありがとうございました。ご質問の内容で言うと、そのパーソナライズどうやってるかっていうのと、あとそのクラスリングがどうやってるのかっていう話だと思うんですけどですね、パーソナライズの方はですね、鋭意制作中でございまして、まあやっていきたいよねっていう話はやっぱありまして、で
まあ、これは自分たちのプロダクトの話ではないんですけど、この間ちょうどそのパーソナライズどうやろうねって話をしていたのが、記事をクリックしたユーザーの一覧っていうのと、そのユーザーがクリックした記事の一覧っていうのをこの行列の天地みたいにこうバーってロゴをこう、まあ、なんだろうな、ダイナモの方に持っておいて、そのログから、なんて言うんでしょう、まあ、レコメンデーションするとかっていうフローはもしかしたら踏めるんじゃないかなって話をちょうど、まあ、昨日一昨日ぐらいに、ルクラのチームのあたりでしていたっていうのがありますね。なので、まあ、もし採用するとしたら、まあ、そうですね、記事単位のユーザーの、どのユーザーがその、記事を見たのかとか、そのユーザーがどういう記事を見たのかっていうんで、まあ、ある程度こう近似的なユーザーを探していくっていうことがまず第一の段階かなと思いますね。ご質問がその開発の初期段階でいうと、そのユーザーのプール数とかによってその施策のこう妥当性というのが見えなかったりとか、そもそもログの意義みたいなところが揺らぐって話だと思うんですけど、それに関してはまあおっしゃる通りで、ですね、まあ、2つ多分答えがあると思っていて、これに関してはまあ分析やっぱ最初からやっても役立つよねっていうノウハウが既存のプロダクトであったからそれを採用したっていうのがあって、別のプロダクトですね、最初はもうログ分析を入れないとかっていうこともやっていました。なので、まあ、そこは既存のプロダクトにのノウハウから、まあ、最初入れてもまあ有用だよねっていうところを採用したっていうのと、まあですね、まあ、運よくですねユーザーがですねこうなっていい感じにログが溜まっていったんですね。なので振り回されることっていうのは最初はなくて、ただまあおっしゃる通りそのユーザーの数が少ないと、いやなんかこのカテゴリー極端に見られてるけど、それはもしかしたらおっさんがすごいこの記事見ててみたいなことがあり得るんですよね。で、僕らはありませんでした。でももしかしたらとかもう本当に小さい、ユーザー数で推移してて、で広告とかも打たなかったら、まあ、確実にそういうのに出くわしてたなっていうのは思います。大丈夫でしょうか。おそらくそのログのスキーマっていうのを最初からどれだけ確定させるかって話と、その必要にそのアプリがスケールするにつれてその返す環境とその、まあ、その分析環境っていうのがこうだんだん密になってって、その変えるののこう柔軟性が失われていくんじゃないかって話と多分関連すると思うんですけど、スキーマに関してはですね、これはまあおっしゃる通りそのグナシーとかのノウハウがありまして、記事が見られた時にそのどの位置で見られたのかとか、それの前にどれだけこうプルリフレッシュが走ったのかっていう情報まで取ってるのはまさにそこのノウハウがこう豊富だったから値を入れてるって感じですね。なのである程度アプリの構造が結構、
弊社のプロダクトと似ているので、このプロダクトだったら、まあ、大体その記事の情報としてこういうのを送らなきゃいけないっていうのがある程度こう全プロダクトを通じて共通しているっていうのが、まあ、正直、まあ、弊社特有のメリットかなっていうふうに思うので、スキーマはそういうふうに確定させています。で、このなんだろう、アプリの構造とか登録経路が変更されたときに、分析基盤もちょっと変えなきゃいけないときにどうしているかって話だと思うんですけど、それに関しては、そうですね、記事の推薦ロジックとかそこらの、その API を新たに作るチームみたいなのが専任でいてですね、それを例えば Gnosy とかそのニュースパスっていうプロダクトに応用してみて、じゃあうまくいったらこのサービスにも応用しましょうっていうフローを踏んでるので、先ほど、まあ結構それは弊社 特有の話になってしまうんですが、スキーマもある程度このプロダクトの構造が似てるから共通しています。で、このプロダクトで新たにその CTR 予測とかっていうのをし始めました。じゃあそのライブラリっていうのはもう構造が似てるから他のプロダクトに応用できるよねって言って、プロダクトを通じて段階的にこう、分析ツールっていうのを変えていくっていう、フローを踏んでるっていうのが答えになると思います。そうですね、分析チームの人はもう割と拍手ちゃんと出た人とかっていうのがもう結構いたりするので、でもうみんなでなんて言うんでしょう、お昼休みに論文読んだりとかっていうのは全然やっていて、あとそのなんて言うんでしょう、その Facebook ではこういう分析のこの論文が出たから、じゃあこれってもしかしたらライブラリに起こしたら応用できるんじゃないかなって言って、土日にライブラリ開発してくるとかっていうの、そういうの CTO とか結構やってたりするんですよね。なので要は分析チームだけじゃなくて、やっぱり開発チームの人間っていうのが本当にもう英語の論文ちゃんと読んで、それカジュアルに議論し合うっていうことをもうスラック上でやってるんで、多分そこがまあ、まず分析専任チームが強いっていうのと、それをこう応用可能なのはアプリ開発者自身がそういう活動をしていて、応用受け入れる体制ができてるっていうのが答えになると思います。